浦井永行く北海道ツーリング第1回。今年の北海道ツーリングは道央と道南、その前半は支笏湖から室蘭まで。短い距離の中に海あり山あり湖あり、魅力を凝縮したルートになっています。さあやってきました、北海道ツーリング。ということでスタートはこちら千歳市の支笏湖ということで、この見てください、雄大な景色。ちょっとね雲がかってますけども、これが湖っていうぐらい、もう海かと思うぐらい本当に大きいですよね。もう一度は本当北海道走ってみたいって思ってたので、本当念願かなって、もう本当に嬉しいですね。ウダイナも念願だった北海道ツーリング、さてどんな旅になるんでしょう。ということでまず最初の目的地は登別熊牧場です。登別熊牧場はですね、一番のなんかね目玉は、人が檻の中に入ってその周りを熊がうろちょろするっていう、逆にこう熊ちゃんに見られているっていう、ちょっとドキドキハラハラな檻もあるみたいなので、ちょっとそれもねすごい楽しみにしております。目的地まではおよそ75キロ、途中から太平洋沿いの道へ出て登別市を目指します。多分これを越えると海が近づいてくるのかな。おー、はーい、ドカーンと海です。すごい、ドカンと海だ。海へ出たら国道36号で南西へ。ひたすら海沿いを走ることおよそ30キロ、登別市の中心部へとやってきました。さあここを右に入ります。この登別温泉街の方ですねに向かっていきます。ここから道道2号と350号を乗り継ぎ、北上することおよそ6キロで目的地。おー、ベアパー。さあ上がっていきます。さあ結構ね坂きついので、お、ここでお金を払います。北海道ツーリング最初の目的地に到着です。やってきたのは登別温泉街の中心にあるロープウェイの駅。登別熊牧場はここからおよそ7分かけて登った山頂にあります。まずは第一牧場へ。ここにいるのはオスのクマたち。すごい近い。熊牧場にいるのは東アジア最大の陸上動物エゾヒグマ。立ち上がると2メートルを超えます。こちらはメスグマがいる第二牧場。オスよりも活発で仕草もキュート。餌やり体験もできますよ。イエッ、わっしょーい、ちょうだいちょうだい、ちょっと私っぽい感じの、はい、よいしょー。その可愛さについついおやつをあげたくなっちゃいます。続いては目玉展示の人の檻へ。さあどんな体験ができるのか。わかっとる。え、どうやってするんかな。あ、ここに引いて入れる。押す。食べて。来た？来た？食べる。かわいい。こん
近く見て、頂戴頂戴した頂戴した。すっかりお友達になったようですね。こちらは子グマたちのスペース、めちゃくちゃ元気です。最後にウダイナは展望台へ。これは絶景だわ。地図で見ると形はほぼまん丸、そして流れ込む川も流れ出す川もない、なんとも神秘的な湖、登別温泉の源泉とも言われています。絶対展望台来た方がいい、100億%。めちゃくちゃ綺麗。そんな魅力満載の登別熊牧場をご紹介しました。オリジナルフラッグプレゼントキャンペーン、フェリーサンフラワー大阪別府航路を利用したライダーにはこちらのフラッグを、神戸大分航路ではこちらを乗船券発券時にプレゼント、ハッシュタグゆけむりライダーをつけて投稿しよう。バイクって危険ですか？そうですね、でもルールを守れば安全ですよ。八重の里ドライビングスクールでは、褒める達人があなたのお悩みを解決します。だから私は八重ドラに通います。船に泊まろう、忙しい人もそうでない人も、九州往復1万円ちょっと、ゆったり移動でゆっくり睡眠、たっぷり楽しむ九州へ、サンフラワーの弾丸フェリー。バイクライフ向上宣言、二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え、イベントも盛りだくさん、車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート、ライダーズスタンド二輪館。せーの、リリンク開始。この曲いいよね、大好き。ピーコムで楽しさ広がるサインハウス。登別熊牧場を後に次の目的地がある室蘭を目指すウダエナですが、室蘭に行くにはですね、本当はね結構距離的には短いんですけども、まあ、やっぱねバイクに乗ったからにはわざと遠回りするのもツーリングの醍醐味ということで、そしてね実はこの近くにあの洞爺湖サミットで有名になった洞爺湖がありますので、せっかくなんでねちょっと洞爺湖の近くも走りつつ、ちょっとぐるっと遠回りしてお腹を空かせて次の目的地に向かいたいと思います。どうやら室蘭でランチのようです。ということで今後のルートはこのように、およそ90キロの道のり。さあ今洞爺湖の周りを走り抜けております。おーいいね、ほんとすぐそこですね洞爺湖。2008年のサミット開催地としても有名な洞爺湖、周囲には公園や展望台、カフェ、温泉などもあり、時間に余裕があればバイクを止めて散策もおすすめです。ただいまね向かっている室蘭はですね、もう室蘭といえば有名なご当地グルメ、室蘭焼き鳥。もう一つご当地グルメがございまして、それがですね、もう言っちゃいます、カレーラーメン。お昼に食べちゃいたいと思います。もうがっつりやね今日のお昼は。そのお店へ向かうために渡るのが八丁大橋、東日本最大の吊り橋で全長は1380メートル。白鳥が羽を広げたような優雅な姿をしています。さあのどかな住宅街ですけども、どこにあるのかな。
さあ目的地に到着です。遠回りをしたおかげでお腹はもうペコペコ。今日のお昼は地元で人気のアットホームな居酒屋さん小舟で人気のランチをいただきます。はい、ありがとうございます。室蘭の2大ご当地グルメをセットメニューで。室蘭といえば焼き鳥なんですけども、実はこれ鳥じゃないんです。この子はですね、これ実は豚なんですよ。で、豚玉ねぎっていうのが室蘭風焼き鳥と言われてるみたいで、これもねちょっと食べたいんですけど、今日はもうメインがこの室蘭のカレーラーメン。北海道にはいろいろなご当地ラーメンがありますが、室蘭はカレーラーメン。30年以上前から市内のラーメン店ではメニューにあるそうです。いただきます。麺においしい。スパイスがすごい効いてるんですよ。なんですけど、なんか辛っていう感じじゃなくて、スパイスをいっぱい使った感じのこう辛いみたいな、なんか心地よい辛さで、中太の縮れ麺がめちゃくちゃ美味しい。辛み具合が半端ないです。はい、美味しい。ちょっと甘めなんですよね。それがいいコントラスト。そしてこのなんかね、くどくない油具合、めちゃくちゃいい、合う。続いて室蘭焼き鳥を。美味しい。私焼き鳥よりもこっちの方が好きかな。室蘭で焼き鳥といえば豚肉に玉ねぎ、洋辛子。小舟では北海道産の豚肉を熟成し、備長炭で香ばしく焼き上げています。最高。全部もうどうマッチングしても美味しい。うだえな絶賛の室蘭グルメをご紹介しました。というところで今回はここまで。ツーリングの未公開シーンやお得な情報満載のフルバージョンはレッドバロンツーリングナビで公開中。気になる人は今すぐアクセス。インスタバイク女子が作る鹿児島県大隅エートコマップ第1弾公開中。大隅エートコマップを参考に大隅地域へ出かけよう。さらに大隅地域の特産品が当たるキャンペーンもスタート。詳しくは番組ホームページへ。